このティラノサウルス可動範囲がすごいので、こんな感じでダイナミックなポーズもめちゃくちゃ決まります。皆さんこんにちは、ジェイソンレゴビルダーヒーラー。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴクリエイターダイナソーです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューします。はい、今回はこちらを組み立てます。ちなみにこのレゴクリエイターの発売日はなんと2017年です。未だにこのレゴクリエイターお店で結構見かけるんで、発売して4年経ってるっていうことはこのレゴクリエイターめちゃくちゃ人気あるのかな。で、そもそもなんでこれをレビューするのかというと、先月レボシェルコンで僕が作った恐竜変形合体ロボというのがあるんですけど、実を言うと造形の一部をこのレゴクリエイターダイナソーからちょっと使ってるということもあるので、まあその流れでこのレゴクリエイターをレビューします。こちらのセットはティラノサウルス、トリケラトプス、ティロダクティルを作ることができます。ティロダクティルってなかなかマイナーな恐竜ですよね。はい、箱の後ろはこのようになってます。はい、箱の中にはパーツが入った袋が3つとめちゃくちゃになってる組み立て説明書が3冊入ってます。レゴクリエイターの説明書ってこんな感じでぐちゃぐちゃになってますよね。そこはちょっと要改善ですね。はい、今回の動画ではこちらのティラノサウルスを組み立てます。完成！ティラノサウルスです。おー、やっぱいいな、このティラノサウルス。あ、ちなみに僕このティラノサウルスは2個目になります。1個は4年前に買いました。もう1回組んで分かったんですけど、このティラノサウルスめちゃめちゃかっこいいですね。はい、じゃあドアップで見ましょう。まずこちらが頭部です。頭部のティラノサウルスの顔すごいいいですね。今回ティラノサウルスの色は緑色になってます。僕が思うティラノサウルスってちょっと焦げ茶色、あれをイメージしてるんですけど、このクリエイターでは緑色になってます。そして胴体はこんな感じです。爪パーツについてはちょっと手抜き感があります。ただ足の爪パーツが結構かっこいいんですよね。ちょっと機械的な造形になっているのが結構好きです。はい、そして尻尾はこんな感じです。尻尾にはボールジョイントがついてますので、結構動くというところが一目でわかります。はい、では可動範囲について説明します。このティラノサウルスはめちゃくちゃ動きます。まず頭部がこのように回転して口が開きます。ちなみに口はこのようになってます。首はここがヒンジになってますので、このように動きます。マックスここまでです。手首はボールジョイントになってますので、このように回転します。爪はこのようにヒンジになってます。足はここがボールジョイントになってますので、こんな感じでグリグリと動きます。そして足の爪はこのように左右に少しだけ動いて、このように動きます。そして尻尾はこことここがボールジョイントになってますので、このようにグリグリと動きます。尻尾の先はこのようにヒンジになってます。はい、可動範囲を生かしてこのようにポーズを取らせることができます。このティラノサウルス可動範囲がすごいので、こんな感じでダイナミックなポーズもめちゃくちゃ決まります。そしてティラノサウルスにはこちらのあばら骨が付属します。例えばレゴクリエイターワイルドライオンでも骨付き肉がありました。こんな感じで並べるとめちゃくちゃ雰囲気が出ます。
はい、それでは最後は大きさ比較いきましょう。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。おおよそミニフィグ 2,3 体分はありますね。ただ実際の恐竜はミニフィグよりも結構でかいので、まあこれはいわゆる模型サイズですね。ちなみに背中のここに座らせるところがありますので、こんな感じで座らせることができます。なんかこういうのアバレンジャーでありましたね。はい、そして次はレゴマリオと比較するとこんな感じです。あ、なんか大きさ的にレゴマリオが乗っても違和感ないかも。はい、乗せてみるとこんな感じです。あ、なんか違和感はあんまないような、あるような。はい、そして最後はヨット、僕が作ったティラノサウルス型変形合体ロボレッドティランと並べるとこんな感じです。おー、これはかっこいい。なんかレッドティランが親で、今回作ったティラノサウルスが子供ですね。動画の最初でも言ったんですけど、今回レッドティランの一部の造形はこのレゴクリエイターダイナソーのティラノサウルス、これから一部の造形を使ってますって言ったんですけど、部分的には頭部だけです。基本的に頭部をそのまま使ってるわけじゃなくて、今回のティラノサウルスベースに少し改造してます。ちなみに口の中はこのようになってます。では最後はこのレッドティランをロボ状態ティラノ竜王へ変形させます。はい、完成、ティラノ竜王です。あー、やっぱね、ティラノ竜王めちゃめちゃかっこいいな。今回作ったティラノサウルスと並べると、このティラノサウルスが覚醒してティラノ竜王になったという設定、案外ありかも。ちなみに今回変形はダイジェストだったんですけど、詳しい変形はティラノ竜王の動画がありますので、ぜひこちらをご覧ください。はい、レゴクリエイターダイナソーティラノサウルスはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイターダイナソーのティラノサウルスを組み立ててレビューしていました。動画でも言ったんですけど、僕はこのレゴクリエイターを4年前に買ったんですけど、もう一回組んでみたんですけど、すごく良かったです。まずこのティラノサウルスなんですけど、思ってたより小さいんですけど、各部の造形や再現度がすごい高いので、これはすごいいいと思いました。ちなみに僕は足が機械的な造形になっていて結構好きです。でさらに言うと、このティラノサウルス思ってたより動くので、躍動感のあるポーズも綺麗に決まります。はい、今回のレゴクリエイターダイナソーはまだまだ続きます。次の動画ではティラノサウルスからテロダクティルに組み替えます。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。